今日は2月の、4日です。明日吉本坂46の、アニバーサリーライブ、冬眠前ラストライブがあるということで、今日は、朝から晩まで、前日リハーサルでございます。今は朝からレッドのメンバーが全員揃って稽古をしています。頑張ってください。言えたやれ。いやいやいや違います。なにわの女です。いやだわ。今は関東の女。どこがやねん。何の動画ですか。明日のライブの意気込みをお願いします。頑張ります。あ、弱いです。でもちょっと不安ですよ、さすがに。だって前日ね、こうやって立ち位置合わせて1日しかないから。確かに怖いですけどね。力を合わせて頑張ります。はい、お気にです。お気にどす。ひなた TV です。急だな。おでこ大丈夫ですか。おでこ、あ、大丈夫大丈夫。なんか蹴られてましたけど。いや、蹴られたんですよ。すいません、近すぎちゃって。アクロバットでおでこを蹴ってしまいまして、真っ赤っかのまま大丈夫大丈夫って言ってたの面白い。あ、大丈夫大丈夫って、すごいアニメみたいに真っ赤っかそんな真っ赤っかやったんや。めちゃ赤かったで。もう引いたでしょ。もう引いた。じゃあ大丈夫。すいません、こんな綺麗なもの。全然全然何の問題もない。あ、日向 TV です。すいません、密着させていただいて。うん、どうですか、出来栄えは。まあ、喋ってる余裕がない。位置が分からん。なんか絵の着てますね。あ、これいただいたんですよ。あ、そうなんですか。可愛いデザインで。はい、ありがとうございます。なんか ZOZO タウンで売ってるらしいんで、皆さん。そうなん。はい。なんぼ。それは9000円ぐらいです。これ9000円。スニーカーブランドです。あ、そうなの。はい。あ、ちゃんとしたブランドとコラボしたってこと。はい。9000円か。だからその分、うん、焼肉としっぽとれをお願いします。しっぽとれは嫌やで。焼肉はおごるから。あれは嫌や、しんどいね。わがまま言わないでください。わがままばっかり言うて。あの日結構ダイブしたやん。はい。次の日ここ打ち身にしとった。なんでやん。横スライディング何個も入れたかった。しんどいね。あ、気づいたらまずコーヒー飲んでしまうわ。ダセー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 。こいつもなんやねん。オレンジジュースとかコーラに戻りてえわ。ダセーダセー。コーヒーかっこいいと思ってる。37歳。コーヒーかっこいいと思ってる。日向 TV。 稽古を途中で抜け出しまして、キョンと私はラジオに来ました。いや、チェキロラ、明日のライブの意気込みをどうぞ。はい、寝坊しないようにっていうのと、バス移動なのであんま食べ過ぎないように、途中あのバスの気持ち悪くなっちゃうから、うんちとかしたくなっちゃうから、そこだけですね、とりあえず。だけって、いっぱい注意されたで、さっきのレッド稽古で。今朝は3番です。あ、だからあの3番です。2回ぐらい。ちょっとじゃあもう今からひなきょんなんで、はい、吉本坂の話をたくさんしたいと思います。ぜひね、聞いてください。お願いします。
の方ですか。え、みんな冬眠するんでしたっけ。あ、違います、このオレンジ色だけです。すごい、どれよりも太いのにどれよりもしゃっくり止まらない。ひなた TV戻ってきました。今から夜まで稽古します。なんで？吉本坂、ここのはキッズタウン。全体稽古が終わりました。いよいよ明日が本番です。本番イエイ。ひなたやで。わあ、ちゃうで、うちがひなたやで。うちが喋ってんだよ今。みんな私やで。ありがとう。みんなマスクに騙されんといて。来てくれた人全員しばこ。なんでしばくねん。ひなた TV 2月5日の早朝です。今から羽田にみんなでバスで向かいます。バスの中でネイル塗るのやめてください。何ですか？バスの中でネイル塗るのやめてください。いや、あのネイル取れたんで。いや、すっごい匂いになったんでバス。はい。取れたかもしれんけど、すっごいなんかうわ、なんかガス漏れ。それはなんか一人だけ真ん中に座ってるからやと。ちょっと遅れてきたからやろ。俺がちょっと遅れてきたからやろ。一人だけ。キャップ前行ってた。ね、誰もいないよこんな真ん中に。キャップ前に行ってた。安心のひなきょんの間に来て。何してんの？初めて。あのちゃんだけ一人だけ寝てる。あのちゃん寝てる。酔っ払って寝て。あのちゃんっていつも好き。あのちゃんってなんか小川さんだけにスタバの差し入れ買ってくるんですよ。俺それまだ根に持ってる。え？スタバじゃね。ねじゃないでしょう。イエーイ。なんで？この間の握手会でなんかたまたま小川さんの部屋に行ったら。はい、これスタバとか、ありがとうございますとか俺にはって言ったんですけど、いや、いると思わなかったからって言ってたんですけど、確実にあのストーリー見てるんですよ俺がいるっていう。目に持ってる。それどうなんだろうなと思って。確かに、ずるかった。ずるかった。小川にだけ差し入れ。ずるい女、ずるい男。すごい太陽の光入ってる。ひなた TV 知ってますよ、私は。おはようございます。朝早い。今からリハーサルでございまして、はい、羽田のリハーサル室にやってきております。やってきております。はい、稽古着忘れました。何してるんですか。本当お疲れ様です。どうしよう、みんな稽古着なんだ。マリコリンさんが仲間で。あ、稽古着いますので。はい、確かに本番想定してのこれですから。うるせえ。本番スカートなので。うるせえ。本番スカートなので。朝感すごい。それな、みんなボサボサのすっぴんで。再開します。私たちの休憩時間は一分しかある。短い。ひなた TV 飛行機や
行機近い。みんな飛行機飛行機ほら。飛翔さん飛行機見てください飛行機。飛行機だ。乗ってみたい。すごいめっちゃある。どれどれどれ。どれ動き出してんの。うわわかんない。うわ見えへん。どれ。どこ。あれかあっちかも。あーいた。それじゃそれじゃ。うすごい。どれ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 。でかっ。あいた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 。え、これ飛行機が動いてるのか、うちらが動いてるのか、どっち？いや、ちょっと動いてる。あーえ？なんかすごい。空橋駅。こんなとこでデートしたいから何もないよ。羽田空港の中はめっちゃ栄えてるからな。どこにも入れないですよね、チケット。免税店は入れない。じゃ意味ないじゃん。免税店入れたら最高っすね。シャネルのさ。商品買いたいんよ。でもね、ちょっとないから入れないんだって。開いたー。なんか今の一連の中で全部なんかマリコリオバハンだったな。開いたーとかシャネルの免税店免税店みたいな。うちのおかん思い出してるけど。同い年やんなほんまに。うちと関西の子やな。免税店でしか買わない。あー安いやつな。みんなが降りてくれたな。じゃあ行きます。動画です。ひなた TV だ。はい、そうです。ひなた TV 今日密着入ってます。え、ひなた TV の。はい、嬉しい。ひなた TV かっこいい。アーティストみたいでかっこいいです。みんな靴。あ、多田さんの耳。皆さん、多田さんの耳を見てください。耳を。なんだ。アノのパック薄くてみたいな。保湿。私たちアイドルだから保湿保湿持ってくれるんだ。僕はカメラマン。今はリハーサル前に、でもなんか後ろいいんじゃない。後ろいいんじゃない。ええほらほら、あれいない。今からリハーサルなんですけれども楽屋が狭いのでバスを。あ、あれ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 。え、誰もおらんで。誰もいないのに。バス大楽屋にしてそれで出た。ああ映ってないのよ。俺カメラマンだからさ。見てこれ見てよこれ。あんまないよ。カメラマンだ。映ってないところ。映ってないところで。しかもちょっと油っぽくなんだよ。いやあんまさ、あんま自分から触っといてギスりないのよ。何これ、何これ、至る所に変な小本さんおる。ひなた TV リハーサルが終わって楽屋に戻ってきました。ないよ。いや、ひなた TV 撮ってるやん。そのせいで昨日から吉本坂島民密着スペシャル。吉本坂ってなんか、え、初めて言った。吉本坂、吉本坂島民密着スペシャル。吉本坂46です。はい、シュンシュン TV です。ちょっと今回はねメイクさんがついてないんでみんな自分で髪の毛をやるんですよ。え、あのちょっとこれワックスってちょっといただいてもいいですか。いや、これでも私のワックスというよりなんかバームみたいなから説得力ないかも。バーム、バーム初めて聞いた。なんて言ったんやろ。なんかスタイリング剤やけど説得力そこまでない。ほらグロスバームって書いてある。ちょっとそう、はいはい、ツヤ出すやつ。ツヤ出そうかな。じゃあツヤ出そうって出さんでいいの。パーマがいい感じです。マジで時間ない。宙返りも練習し忘れた。怖い。いや、やっぱそうやんな、4時会場やのにさ
申し訳ない押しすぎやねんけど申し訳ない、ごめんなさい皆さん。さあ、間もなく本番ということで、はい、劇場の方にスタンバイしに行きます。レッドでリポポとユイポンが卒業してしまったので、はい、この2人がサブでついてくれます。アンダーでお願いします。心強いよバレーガールたち。春品妊娠おめでとう。おめでとうございます。お前ちゃうやろ妊娠おめでとう、元気な子産んでください。開演15分前です。まもなく本番です。俺やった頑張ろう頑張ります。ひなたやで、2期生も頑張ります。でかいんだが怖いんだが、ペットのみんながいます。エモいです。あ、パパいます。プロレスラーみたいになって言ってますよね。どん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 でかなってる。ここやば、影やば、めちゃくちゃマッチョ。乳首やば。めっちゃマッチョですね。何の時間これ。アイドルです。アイドル。まもなく本番です。ないないない、ベラベラ、もうベラベラや、もうベラベラ、ほんまにベラベラ、うすうすの最悪です。最悪です。薄いしブヨブヨやし最悪じゃないですか。痩せてんのにブヨブヨ。リポポのために頑張ります。声ちっちゃくてちょっとごめんなさい。結構周りがあれなんで、レドオカレドコのねが生まれますから。誰がレドオカレドコなんですか。僕とリポポレッドで出会いましたけど、うん、誰がレドオカレドコなんですか。レドコちゃんです。あ、違う違う、はい、あと3分で開演します。リポポと春品の子供じゃないんです。違いますか。わ、あと3分です。え、あと3分、楽しみだ。ウォーイエーノープラン、ノープランやめてくれ。よしこー、よしこのファンがすごい、よしこ推しの人すごい。よしこー、お願いします。これ、こうやって持っとき、これも持っときます。ひなた TV ルーガ、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 ルーガです。なおの声です。なお、うんちじゃん。うんちじゃない。なお、絶対見たら。なお、来た。あ、はい。うわー、懐かしい。やばー、やだ。え、これ今、今やばはい、撮ります。3、2、1ちょっともう1枚撮ります。3、2、3、2、1。ありがとうございます。あ、いい感じですね。めっちゃいい感じ。そこがいいかもしれない、場所。撮ります。3、2、1もう1枚撮ります。3、2、1はい、OK です。よろしくお願いします。え、マジャさん、あれやりましょうよ。はい、エンジン組もうか。曲が始まったんじゃないですか。また行こう行こう。よっしゃ。あのさん。よっしゃ。いいね。お、ローレットだ。さすがにやるね。ローレット。ローレット。マジャさん。オッケー。俺たちらしく。はい。燃えていきましょう。はい。行くぞ。ラスト。はい、おお。めっちゃ間違えてしまってさ、大丈夫です。大丈夫かな。あとさ、可愛さで乗り切る。あの長めのスパッツ借りてて、そしたらさ、なんか終わったらさ、私なんかスパッツめちゃくちゃ出てて、すごい最後ぐらいまでさ片足だけで踊ってさ、気づかなかったんですか。ほんまに膝怪我してるアーティストみたいな。たまにおるやん、膝怪我してるアーティストが。まあ、でも膝怪我してる。心配されると思う。大丈夫ですよって。あ、コリンも。いや、楽しかったですね。楽しかった。ありがとうございます。お先輩の歌をできるなんて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
メドレーでございます。お願いします。キハラもよろしく。ほぼユイポンのキハラ、息をつく間もなくメドレーいきましょう。ひなた TV です。え、ひな TV？ ひな TV。 あ、今日密着入ってます。え、これが俺の密着？あ、違います。だとしたら足りてないね。エンディングですよ。もうアンコール、アンコール前、アンコール前ですよ。お気にです。ほんまな。はい、たこ焼き食いたいな。たこ焼き食いたいな。そんな何はちゃん何はのイメージがすごい。ということで、日向坂46アニバーサリーライブ冬眠が無事終了しました。見に来てくださった方、配信を見てくださった方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。東向坂を応援してくれた方、ありがとうございました。ありがとうございました。そうだよね、みんなね、個人で活動してるので、はい、これからも応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。全然あの MV とか見てくれてもいいし、ね、確かに、はい、はい、いっぱい曲も聴いて CD も買ってくださったら嬉しいです。はい、よろしくどうぞです。どうぞです。はい、この動画が良かったと思ったらグッドボタン、最後だな、コメント、締めだ、締めだ、締めだ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ひなた TV でした。バイバイ。ひなた TV。 うん、たださん忘れてた。たださんが入った。 OK、 本当見ますか。